皆さん、こんにちは。アフタービートギターチャンネルの滝沢勝哉でございます。皆さん、こんにちは。初心者はとりあえずこれ弾けシリーズ、なんともう6曲目に突入でございます。片手じゃ数えられなくなってきました。6曲目でございます。6曲目に選んでみたいのは、グリーンデイというパンクバンドのアメリカン・イリオットという曲でございます。もうすごいね、こう爽快感あふれる、ガッツあふれる、もうかっこいいナンバーになってますので、本当これはね、ガシガシ弾いていただきたいなって感じです。普通に弾いてるとね、めっちゃ楽しいと思います。普通になんかこう、なんか雑にこうたわしをこするかのごとくね、ガシャガシャ弾くと、すごく楽しい曲だと思いますので、ぜひともチャレンジをしてみてくださいませ。いつも通り、2本の動画に分けます。1本目の動画ではパーツを練習して、2本目の動画では構成と、いつも通りの、流れです。で、1本目の動画ね、覚えること結構少ないんですけれども、ギターソロがね、あってね、これがね、何気にちょっとクセモンなんですよ。リフはちょっと頑張ればいけると思うんですけれども、リフはちょっと頑張ればいける。B セクションはこれ別にちょろい。で、そのソロは少し頑張るって感じでございます。3つのパターンを覚えていきます。それでは、やってみましょうか。まずリフから。こんな感じのパターンを弾いていきます。コードを覚えちゃってください。人差し指が6弦の4フレットの時、これ、厳密に言うとその A フラットってやつなんですけれども、こっちが A で、これが A フラットになるんですけれども、ちょっとフラットフラットって言いづらいんで、A と言っちゃいます。A と言っちゃいます。で、そのまま指が下がると、人差し指が5弦の4フレットに来ると、これは本当は D フラットです。D がこっち。これが D。で、D の1個下だからフラット。D フラット。低コードなんですけれども、D って言っちゃいます。で、6弦の2フレット。人差し指が来てパワーコードが来ると、これは G フラット。本当は G なんですけども、G フラットを G って言っちゃいます。A と D と G。A と D と G。この3つのコードを使ってリフを弾いていきます。まず A で2つガーガーと弾きましょう。ガーガー。ダウンアップで、今回もそのストロークを必ず守ってください。スメルズ・ライク・ティーン・スピリットの時みたいに、このストロークを守らないと全然ダメです。全然ダメです。ダウンアップで2つ。弾きます。で、その次、ダウンで2を入れます。ダウンで2を入れて、で、アップで D を弾きます。で、その後、アップでもう一回 D を弾いて、2を入れて、って感じになります。なので、このアップでこう D を2回弾くというのがポイントですね。で、ちょっと続きいこうかな。ここの時もその、ね、G で、アップで G を2回弾きます。A、A、2、B、D、2、G、G。A、A、2、B、D、2、G、G。アップで D、D、アップで G、G。ここがその癖もんです。ちょっとやりづらくないですか？最初やってみると、なんか、うお、上下どっちだっけってなるかと思うんですけども。A、A、2、DD2、GG。こんな感じで2回ずつ DD、GG を弾いたら、最後はダウン、ダウン、ダウンで OK です。D、A、G とダウンで3つ弾きましょう。A、A、2、DD2、GG、D、A、G。これがリフのパターンです。まあ、ちょっとうーってなるかもしれないですけどもね、ここまで来たあなたでしたらばね、ちょっと頑張ればいけるかなって感じになったかと思います。で、リフ、これめちゃめちゃよく使います。ほんまにもうこの曲の半分くらいリフで埋め尽くされてるんじゃないかぐらいです。リフめちゃめちゃ繰り返します。で、繰り返す中で、ちょっとこの最後の音、この音、この音がちょいちょい変わります。ちょいちょい変わります。今みたいに D、D、A、D、G、D、A、G、人差し指が2フレットに行くときもあれば、全部の弦をもう適当に弾いちゃうときもあります。やってみましょうか。この最後の G をこれに置き換えます。あ、これ左手は別にやらなくていいですよ。別にこうやらなくていいです。普通にこう弾けばいいです。A、A、D、B、G、G、D、A。こんな感じです。
で、そんな感じで解放の音を弾くときもありますし、グリッサンドを入れるときもあります。2本目の動画でね、掛け荒らすとき、G を弾くときはね、リフ2って書きます。リフ2。で、ジャーンって弾くときはリフバツって書きます。リフバー、バーンって。で、もう一パターン。リフグリッサンドのときはこんな感じで書こうかと思います。最後のときに、低い方を弾いて、ウィーッと上げて、で戻すと。これ、グリッサンドとかで言ったりするんですけども、これでいこうかと思います。R2 って書いてあるときは、2フレット。バッツって書いてあるときは、で、シュションって書いてあるときは、こんな感じです。この3つのパターンが出てくるんですけども、まあ、やってることはほぼほぼ変わらないんで、そんな難しくはないかと思います。一応頑張って覚えておいてくださいませ。で、その次、B セクション。ここは、コードというよりもそのストロークの練習です。ストロークの練習です。リフが弾けたならば別に大したことねえです。大したことねえです。パターンを覚えてしまえば大したことねえ。ダウンを1回したならば交互に。ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。で、ここでね、そのね、アップをね、連続するとかポイントなんだな。やってみましょう。D でいきましょう。D。覚えてますか ?D。まあ、厳密に言うと D フラットですけども。D がフラット。5弦の4フレットに人差し指を置いて、ガン、カッカ、カッカ、カッカ。まずここまでですね。カン、カッカ、カッカ、カッカ。カンカッカカッカカッカ。で、その後に、ちょっとアップを2回弾きます。カンカッカカッカカカーカ。カンカッカカカカカーカカ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 ンカカ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 。ここのストローク必ず守ってくださいませ。バン、ジャジャ、ジャカ、ジャカ、ジャカーカ、ジャ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 ン、ジャカ、ジャカ、ジャカーカ、ジャ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 ン、ジャカ、ジャカ、ジャカーカ、ジャカ、ジャカ、ジャカ。このカーカーがポイントですね。ジャン、ジャカ、ジャカ、ジャカーカ、ジャカ、ジャカ、ジャカ。これを早く。そうですね、ついでだからコードもやっていきましょう。コード進行はね、D、A、E、A なんです。D、A、E、A。で、D、A、E。このパターンはそれぞれのコードで弾いて、B セクションが終わりって感じです。D。で、A。で、E はちょっとやってないですけども、D フラットの2フレット上です。ここ。5弦の6フレット。ここの場所を、本当厳密に言うと E フラットなんですけども、弾くと。なので、通して弾くと、D からいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、D、タカタカタカって、弦が上に。で、斜めにずれます。E。で、また A に戻ります。で、また D に。で、A。で、E。って感じでやっていくわけなんでございます。これはその B セクションのパターンですね。まあ、この進行を覚えても覚えなくてもどっちもいいです。このストロークの動き、このストロークのリズムは確実に覚えておいてくださいませ。これがまあ2つの動きです。リフと B パターン。で、その次、ソロが来るんですけども、これがなかなかね、どうしてね、厄介でございます。弾いてみるとこんな感じで。そんな感じのソロでございます。やってみましょう。オクターブ奏法というパターンを使っていきます。そして何気にテンポが速いです。気合入れていきましょう。人差し指が5弦の8フレット。で、さっき
5弦の8フレットを押さえて、パワーコードとかよく押さえてましたけれども、パワーコードの場合って小指、薬指がここじゃないですか。こことここじゃないですか。でも、オクターブ奏法という話になると、もう1個弦が、ね、下に行くんです。人差し指はそのままで、もう1個弦が下に行きます。つまり、小指が3弦の10フレット、もしくは薬指が3弦の10フレット。人差し指が5弦の8フレットなのに対して、薬指が3弦の10フレット、もしくは小指。で、これをミュートをしっかり行って、バーンと弾くと、こんな感じになります。うまくできないよという方は、もっと詳しく知りたいよという方は、オクターブ奏法で Google 検索してみてくださいませ。もしくは YouTube 検索してみてくださいませ。ちょっと古めの僕が、ちょっと若い滝沢が説明してくれております。で、これはオクターブ奏法です。で、このオクターブ奏法、ちょっと音名で言いますけども、あんま気にしないでください。ファノットです。ファノットです。ファーファ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 。これと似てますね。ファーファ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 。パパ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 で、ミ。2フレット下がります。パパ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 、ミ。で、このミを弾いたら、スライドします。弾いて、ニュッとずらす。弾いて、ニュッとずらす。で、こうニュッとずらすときに、その指が離れてしまうと、もちろん音が途切れてしまうので、押さえっぱなしで、ずらすと。そうするとね、この音が、鳴ったまま、向こうに行くのがわかるかと思います。これ、スライドっていうテクニックです。ちょっと覚えてくださいませ。弾いて、ずらす。弾いて、ずらす。弾いて、ずらす。こんな感じです。ファーファ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 。ミーずらす、レ。ミーずらす、レ。で、その次、レの音を弾いてまたずらします。ミレミミミミミミレミミミミミファミレドファミレドはアップで弾いていきます。レミミミミミミファミレドコース。こんな感じです。バーンバー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 ン。で、どの位置は、3フレットということですね。もう一回やってみましょうか。パー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 ミズラスレレミミミミミミファミレドン。こんな感じです。わかんなかったらちょっとまた巻き戻してくださいませ。で、その次、3弦の3フレットからスタートします。人差し指で3弦の3フレットを押さえます。シー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 ドレドシーシーシー、こんなんです。シー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 ドレカモン。シー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 ドレワンツースリーフォー。シー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 ドレワンツースリーフォー。シー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 ドレで、その次にこんな感じでつなげます。聞いてください。シー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 ドレドシー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 ドレドシー、ヘイカモン。シー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 ドレドシー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 ドレドシー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 ドレドシー、もう一回。シー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 ドレドシーシーシー、これが、そのフレーズです。これまたさっきも、あとでもう一回丸っきり同じのが出てくるんで覚えておいてください。シー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 ドレドシーシーシー。で、その次人差し指が、こっちにしようかな、どっちにしようかな。こっちにしましょう。人差し指が2弦の4フレットに行きます。で、このミの音を2回。ミミー。で、人差し指の中でラの音を弾きます。ミミー、1弦の4。ミミーラ、ミミー、ミミーラ、ミミー。このです。このね、ミミラミミホミミホミミホって感じで、ミを2回弾いて何個弾いていきます。ミミサムシンミミサムシンミミサムシン。とりあえず、まあ、ミミラで、その次はミミシ、薬指とかで1弦の6フレットいきます。ミミラミミシで、ミミド小指でいきましょう。ミミラミミシミミドで戻ります。ミミシ
ミミラ、ミミシ、ミミド、ミミシ。で、最後にミラーです。最後はミラー、一回。やってみましょう。カモン。ワン、ツー、スリー、フォー。ミミラ。ミラー、はい。ミミラ、ミミシ、ミミド、ミミシ、ミラー、はい。ミミラ、ミミシ、ミミド、ミミシ、ミラー、はい。ミミラ、ミミシ、ミミド、ミミシ、ミラー。もう一回、最後。ミミシ、ミミド、ミミシ、ミラー。こんな感じです。これで半分。半分です。で、この後にまた、まるっきりもちろん来ます。ここまで一緒。全部一緒。で、ここのターンの時、シーシーシー、あ、シー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 、ドレドシーまで行ったら、人差し指をここ、3弦の8フレットまで持ってきます。シー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 、ドレドシー、よい。シを弾いたら、イシーよい。シー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 、ドレドシーよい。で、またもう一回弾いて、中指で2弦の9。いきます。シー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 、ドレドシーよい。弾く。ド。ん?ド?ラです。嘘ついた。中指でこの9フレットの音を押さえましょう。シー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 、ドレドシーよい。弾いて、ラ。こんな感じです。で、これでギターソロが全部終わり。で、この3つのパートが弾ければ、この曲はもうほぼほぼ弾けたも同然なので、うまくできたら次の動画に進めてみてくださいませ。ギターソロがね、ちょっと厄介だと思うので、この部分を何回も何回も繰り返して練習してみていただければという感じです。では、ちょっと最後にもう一回、ギターソロの部分をもう一回ゆっくり弾きます。いきますよ。オクターブから、ファの音からスタートします。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ファー、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 ミザスで、目指す、ミミミミミミ、アップ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 。で、3から、シシシシシ、ドレドシシシ、ミミラ、ミミシ、ミミド、ミミシ、ミラ、ハイファン、ファ。ファ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 、ミズラス、で、で、ズラス、ミミミミミ、ファ、アップで、ピレット。シシシシシ、ドレドシ、ルイ、引く、キュー。こんな感じです。で、これはまあ早くやらなければいけないんですけども、とりあえずまあ手順を覚えることが先決ですので、早くできなくても、まず覚えることを優先してやってみてくださいという感じです。で、この組み合わせが2本目の動画で登場するわけなんですが、それぞれのパートがある程度うまく弾けたら、次の動画に進んでみてくださいませ。で、恒例のお知らせでございます。滝沢勝内、私、滝沢勝内、Twitter などでやっております。よかったら、TIKIJAWA、Twitter をフォローしてみてください。TIKIJAWA。タキジャワという名前でツイッターやってますので、ツイッターやってますので、よかったらチェックしてみてくださいませ。動画の更新情報とか、日々のご飯とか、そういうものをツイートしてます。よかったらよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。See you next time. Bye bye.